ととこはい、<人>話していいただくということでじゃあ本当にあの、ま、マジで今からもう五年ぐらい前15年は言ったら13年ぐらい前に、えーまあ、当時あの練馬の、まあ、ある地域に住んでたんですけど、うん、その練馬のある地域で、えー、よく行くう小料理屋兼スナックみたいなね お店によよく夫婦でででいたたんですよう、うんす子供もいなかったんででそこのママと結構仲良くさせていただいてたんですけどそのママが、あのー「よかったらね、あのー、すごくいい青年がいるから友達になってくんないかな」って言われて、うん、それで一人の青年をこう紹介してもらったんですけど地方とかが出てきて東京来てて新聞配達をやられてる。で朝そのスナックとか ちょうどこう帰るるに新聞届けてくれるですごくいい青年だから、うん、あのきっとなん,かなんか東京にまだ友達がいないって悩んでたからなんか友達になってくんないって言て「まあいいですよ」で、まあ僕はちょうどテレビに出始めたぐらいの時だったから花輪君」って言ったら「喜ぶかな」みたいな感じで「まあまあはい」って感じでそれでその人を紹介してもらって何回かご飯行ったりしたんですよ。 でそしたらそのうちその人がちょっと新聞配達やめて1個仕事が見つかりましたみたいな感じで連絡来て、うん、それで、まあ、な,なんでこっちに来たのかまであんまり僕も分かってなかったんですけどちょっとこう体育会系なのは間違いないんですよね話しててもたまになんか「オす」みたいな感じで言う人で「うん、花さんあの新聞配達やめることできましたよ押す」オスみたいな「今ちょっと池袋の,あのキャバクラのボーイとして働くことできましたよ」 あのよかったら今度あのサービスしますんで「一回来てくださいオス」みたいな感じで言われてそれであんまりキャバクラとか普段行かないタイプなんですけどあのじゃあ行こうかなと思って友達連れて二人でまあ池袋のキャバクラ行ったらまあ働いてるんですよ。で働いてて「ありがとうございます本当に来てくれたんですかオス」みたいな感じででなんかフルーツの盛り合わせみたいのをサービスしてくれて「いやこんなしてくなくていいでんで あますみたいな感じの人だったんですよ、ね。はい、しばらくしてまたその人が電話かかってきて「花さんにぜひ会わせたい人がいるんです」って言うんですよ。うん、それでどんな人ですかって言うとなんかそそ「お世話になってるなんか社長さんなんです」って言ってで「花さんと絶対その人を僕は恩人なのでその2人を合わせて3人で食事会したいんです」って言うんですよ。ほ、うんそれで「いつの日この日空いてますか?」って言って。 あ、もう開いてますじゃあ分かりましたっつって,言って池袋の西口かなんかで待ち合わせしてたんですよ。でその時間になっても来ないんですよその人が。うん、それで電話しても繋がんないしメールしてもあの一切返信来ないですよね。はい、何だろうと思ってもう15分ぐらい経っても来ないからそしたら向こうでなんか僕のことをチラ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 見てくる人がいて多分それが。 社長さんなんなですよ僕はもう当時テレビ出てたから「あナイツの塙さんですよね」っつって「あそうですよ」っつってあの「あの人に紹介されて今日」あ「あそうですよ」っつって「来ないですよね」つってお互い「うん、どうしちゃったんですかね」つってで「その人も電話しても出ないんですよ」「なんなんですかね」っつってでもまた来るかもしれないから「じゃあ一回ご飯行きましょうか」っつってもう本当初めて会った社長さんと。 2人でなんか飲み行って 2>、はい、で2時間ぐらい飲んで来るかなと思ったら結局来なかったんですよ。<う>でそのもう十何年前だからその人の顔とか話した内容も僕全く覚えてなくてもうなんとなく適当な会話し,して、まあ、連絡先も交換せずに、まあ、終わってでそんなことがあってそれで意味分かんないじゃないですか意味分かんないですねほんで3日後ぐらいにいきなり電話かかってきたんですよその人から。 そのさっきの,あのキャバクラの社長じゃないあ A さんにしておきます、はい、A さんがね、上がってきて「あのどうしたんですかこの前」さら「いやちょっといろいろあってすいません」で何があったか絶対言わないんですよ。いろいろあって「申し訳ありませんすいません」って「いやすごくこっちも心配したんであんま無事だったらいいんですけどいやいやちょっとね本当に言えないんですけどまあいろいろあって。 とかって言ってなんかちょっと変なーって、そうですね。ちょっと怖いなって思ったんですよ。そのそれからまあまた1週間後ぐらい経ったんですね。でここからがまあ一番怖い話なんですけど、はい、当時僕が今でいう昼なんですっていうお昼の番組あるじゃないですか。帯、はい、のあれの昼なんですの前の。 番組の僕レレギギュュララーーだったんですようん、うん、金曜中山英さんが司会であ昼の番組って結構長いから2時間ぐらいあるじゃないですか、うん、途中でニュースのコーナーみたいのを挟むじゃないですかうん、うん、それをみんなで見て、まあ、ワイプでこうやってみんな顔抜かれてニュースを見るみたいな話してたら「都内で起きていた連続強盗の犯人が捕まりました」って言ってそれで「あそんなのあったんだ」って包丁とかそういうので。って あの縛って現金をもうやるっつって何件か連続で起きてたんだけどそれが「捕まりました」って言って見てたんですよ。そしたら犯人がバーンって出るじゃないですか名前と。その A さんなんったですよ <laughs> もうだから生放送の番組でワイプで知り合いが捕まった時の顔 っていうのがもうなんていうののもなか普通だったらなんかこう真面目に、はい、これで見るんですけどちょうど俺抜かれてて「えっ、ー!?」はぁ!はは」みたいな顔してるんですよもう。で特にそのニュースに対して「この件どうか?」とかって振りがないからいいんですけどもう終わった後誰にも言えなくてもう怖くて怖くて。うん、それで結局その人捕まっちゃって、はい、まあそれから。 連絡取ってないんですもちろん,ちろん、ね、けど向こうはやっぱりね十何年前ですけど僕のことも知ってたりするししてるからちょっとやっぱ、まあ、怖いなって誰かから聞いたんですけどその時にあの飲み会のセッティングした時に来なかった日っていうのもなんか路上で喧嘩しちゃって <laughs> 人をなんかぶん殴っちゃったりして。 そのまま警察に1日捕まっちゃってったっていう人だったらしくてだからそういう感じの人だって全く分からずにちょっとお付き合いをしていたので今思うとうんちょっと怖いなっていう話です。い 本当にそれでうまく縁が切れてというかね。はい、まあ縁はそこでもちろんね切れたので、ねはい、まあ僕も引っ越しもしましたし、うん、多分今連絡先も僕も違うので、番号も変わってるんですね。うん、番号も変わっているので、はい、まあなんかそんなにね、はい、あれなんですけど、なかなかこうすごくや優しいというかいい人だったんですよ。うん、あとこうねオースみたいな感じでこうね立地な,律儀な誠実そうなっていうねそう,そう誠実そうな人だったから、うん、あの捕まった時の なんかもうこんなになってる時の顔が俺いまだにたまになんかよみがえってきちゃうというかいや、うん、それすごい話です、ね、ちょっと怖いですよねいやちょっとどころじゃないですけど、はい、とんでもない経験というかしかもそれがね、はい、犯人だったんですよっていう、うん、そのニュースを生放送全国放送で抜かれてる時に見たっていう、うんはいてはい、家とかじゃないですから。 それで知ったんですから僕。はい。だからもうそんなことなかなかないじゃないですか。<や>そうそうそう。いやちょっと不,不謹慎ですけど、はい、その時の映像残ってたら花輪さんのワイプの顔をちょっと見てみたいなってくる、ね。見てみたいんですよねあの時。多分撮ってないと思うんですけどね。十もう三四年もっと前かなそのぐらいの時の普通のニュースの一つでしたからね。いや。 まあ今ちょっとね時間がたってねちょっとこうご自身の中で解消できてきてやっと話はしていただけましたけどでも逆にこう話したことが。 すごくいいなと思ってなんかねやっぱり今のご時世なんかその人が後に何かまた会った時にいや実はつながりがあったんだとか言われかねないご時世じゃないですかでも今の話ちゃんと聞いておけばああもうそうやって全く知らない中もうそういうある意味花田さんも被害者じゃないけれどもその社長さんも含めてねとてもよく分かったんでこれをね今しっかり発信できたのはすごいかったす今何やってるんだろうっていうのもありますしまあねさすがに連絡は取りたくはないですね。 ちょっと怖かったですよね、はい、やっぱりそういう意味ではね